いきましょう、はい、せーの、おばくるめっぽ。はい、ダイさん久しぶり。もう僕はそんな気がしませんすぐ来たみたいな感じしますわ。あ、なんか、うん、前からほんま全然日にち経ってない気がする。で、今回は何するんですか。この前僕がされたドッキリ。あー、はいはいはい、しましたね。はい、突っ込ませるみたいな。そうそう、うん、あれをするんや。あれをちょっとカズにやりたいなって。おお、なるほどね。一応全部仕掛けてるよな。あ、まあまあまあ、一応カメラはねセッティングさせてもらってるんで、部屋に。まあ、これでね、彼のちょっと力量を試すというか。そうや、リーダーの風格を見せてもらいましょうか。うーん、そうやね。これで多分僕らのほんまに引き出そうとしたツッコミが出やんかったもん。彼はほんまポンコツですわ。うん、そう、正真正銘のポンコツ。もうね、見てる人分かってんだ。あいつポンコツだけ出えへんよって、まあ、とりあえずお題出して出なさそうやなってなったら、うん、ワード変える感じ。わかりました。はい、はい、はい、それでいきましょうか。な、それでいこう。じゃあまず僕がこの AirPods、うん、前と同様にこのエアポッドつけて行きましょうか。はい、はい、じゃあ指示お願いしますね。了解です、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ僕はその指示通りに動くんで。はい、はい、じゃあ任せますね。わかりました、はい、じゃあダイさん、とりあえずついたら音聞こえてるかどうかって、右手上げてください。聞こえてたら右手上げてください。あ、OK、 聞こえています。聞こえてますね、これ。じゃあ一発目、ディオヤンを引き出してください。編集してんの今。いや、そんな編集無駄やで。無駄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 。いや、そんなに無駄やわ。無駄無駄。え、無駄。普通に無駄。ジョジョやんって言ってるけどな。うりとか言っとこう。うぅぅ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 ぅ。いや、出なさそうですね。歩きよ。ダイさん、出なさそうなんで、次、山本太郎やんって引き出してください。あ、ガーシーやんて。引き出して、ガーシー。何このサプリ。ビタミン B1、2、プラス亜鉛。まあ、このサプリについてもいろいろありますけど、まあ、この報告は後でさせていただきますそれってわからんやろガーシーやん。出てる出てる出てる。じゃあ、そういうことか。スパイファミリー行きましょう。スパイファミリー。いやー、でもダイさんベルトが好きやわ。ダイさんってお前初めて言うだろ。ダイさんベルトが好き。ちょっと後ろに手回してみて。ポニョソースケが好きやん。ちょっと後ろに手回して、うんうん、ダイさん拷問が好き。いや、何や。ダイさん拷問が好き。ドミンキーつけてな、うん、ダイさん拷問が好き。じゃあ気まずい、気まずいってください。気まずい。カキピー食べる？僕のおばあちゃんカキピー好きやったんやけどさ、ああ昨日死んだね。カキピー好きやったな。食べる？カキピー。僕のおばあちゃん昨日死んだよ。カキピー食べる？え、いらん？いや、食べるわ。あ、食べる？食べて、うん、でもお母さんはカキピーの食べ方こねて食うてくる。もうこれ気まずいでやんな。ゴリラやんって言わせてください。ゴリラやん。ピーナッツの食い方がなってねえわ普通に。こっちこうやって食うの。こうやって。うわ。何のゴリラ。ゴリラ。そのヒロトやんって言わせてください。ホモサピエンス、オランダホモサピエンス。ヒロトやん。言ってる。じゃあ帰ってきましょう。ダイさん、ありがとうございます。いや、すごい、めちゃくちゃ言わしてた。言いました、めっちゃ言ってた。行きましたわ。じゃあお願いします。じゃあ行っていきたいと思います。はい、通常お願いします。はい、じゃあ部屋に入ったら、そのタンスのところにそのサングラス置いてるんで、朝倉未来やんっていうツッコミさせてください。うん、うん、将来の夢ありますかって。将来の夢ありますか。叶うと思います。叶うと思います。ええ筋肉してるね。あ、ライジェンでやるよ。朝倉未来や。いいね、いいね。ちょっと三脚立ってるとこ行って、メイウェザーやんって言わせましょう。ほんで、メイウェザーの避け方して、L 字ブロックして。
ピーナッツ投げてもらっていい？ピーナッツを先全部取った。適当になんかこれ投げてちょっと。いやメイウェザーか。いやメイウェザーや。メイウェザー。ほんで殴って、ほんで殴って、暴力やめて出して。ほんでいきなり戻って戻って肩ちょんちょんってしてビンタして座れ座れ、じゃん座って、はいはいはい、なんかついてる、あ、ついてる、うん、ちょっと入れる、ありがとう、雑、もう一回殴ってこれじゃなかった、もう一回殴って、もう一回殴って、こっちは、こっちは、もう一回殴って、もう一回殴って、ダメやな、これはちょっと出えへんな、じゃあ次はコムドットヤマトやんって、お母さんお母さんお母さん何歳だよ、盗撮ぶち殺すぞってビンタして、盗撮やめろや、ヤマトやん、手出してもてん、おい盗撮やめろ、手出してもてん、ヤマトじゃない、ヤマトではないっすな、ごめんな、怖っ、DV やん、ごめんな、 DV 彼氏やん、 DV 彼氏すぐ謝る、いや、いいけど、ほんまごめんなさい、うん、DV 彼氏やあのやんって出させましょう、最近さ、ちょっとストレス溜まっててさ、会社の人にその食事呼ばれて、あの串外せとか、なんか社会のルール教え込んだるわみたいな言ってくんね、うーん、まあなんかありますね、マジでうっせぇわ、アドやん、マジでうっせぇ、最強、お前もうるさいねんって言ってビンタして、アドのうっせぇわ、あ、うっせぇうっせぇうっせぇ、お前もうっさいねん俺、アドじゃない、お前もうっさいねん俺じゃあ次は小学生並みの下ネタやんって出させましょう、ごめん、反省は必要やな、ちょっとさ、下ネタ言いたくなって思ったんやけど、いいかな、ちょっと下ネタ言いたくなってきた、うん、言っていい、うん、いいよ、おならぷ、いや、おもんな、ちょっと一回座ってって言って、ちょっと一回座って、シンプルやめて、シンプルやめてって、ビンタして、ビンタして、何あの、次お尻舐めさせてって、お尻舐めさせて、やばっ、それはもうなんなん、お尻舐めさせて、怪物おる、お尻舐めさせて、えお尻とりあえず上の服脱ごっかって、とりあえず一回上の服脱いでもらっていい、髪の毛はず、おお、いい体してるやんって言って、乳首デコピンして。めっちゃええ体してるやん。怖っ。何の期待も上げてない。すごい。ちょっとズボンも脱ごくかって。ちょっとズボンも一回脱ごうか。いや、怖っ。な、その絵大丈夫？ちょっとズボン一回脱ごうか。脱がない、マジで暴力振るうでって。脱がなかったら、マジビンタ行くで。マジ暴力、うん、性的暴行、うん、なんなん、この絵使いやんぞ、はい、 TikTok では絶対使いやんからな、この絵、まあ、あの話してんねん、さっきから壁に大の字になって張り付かせて、ね、ちょこっち行って、こっち向いて、で、そしてペタってなって、で、でピーって開いて、で、足開いて、で、ビン出して、で、ビン出して、なるほどな、山崎芳生みたいなことない、山崎芳生でこが握って、痛いわなんじゃこいつお祭りのくじ引いて外れ賞に行く光るボールみたいな、何の例や、ほんであと3回ビン出してもう出てきてください、マジで雷神出れる、変態朝倉、チンコの大きさで朝雷神出れるから帰るわ、うん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 、